優勝マジック後のソフトバンクに激震が走った。近藤健介外野手31が右足首を痛めて出場選手登録を抹消されることが決まった。試合前に小久保裕紀監督52が近藤は抹消しますと明かした。10月16日の CS ファイナルに間に合えばええで。なんで盗塁させたの？2年連続三冠王の可能性なくなった。 CS ファイナルまで約1ヶ月あるのが救いやな。秋の風物詩待ったなし。 CS までには復帰するやろ。近藤おらんでも余裕の戦力やろ。ぶっちゃけ最近の成績を見ると休ませた方がいいと思う。主軸抜け勝ちパ抜けの満身創痍の状態で独走してるのすごいわ。最多安打辰巳取りそうやな。辰巳の最多安打は決まったかな。なんで走ったんだ？なんで直ちに代走送らなかったん？なんで盗塁して足痛めた後も守備ついてんだよ。本人が出たがっても止めろや。昨日は DH や。中村晃いて助かったな。今年こそ優勝できるのに離脱するのかわいそう。優勝したくて移籍したのにかわいそうやな。負傷の度合いがわからん。 CS では普通に出てくる程度なのかどうか。捻挫だったら1ヶ月ぐらいか。 CS は DH やな。これはぶっちゃけ CS までに戻ってくればノーダメやろ。ひとまず CS 見据えてのんびり回復に専念してほしい。ここまでスペラなかっただけすごいわ。今はもう無理させる意味もないからいいと思うけど、柳田はどうなってんの？盗塁はリスクとリターンが釣り合わなすぎよな。また今年も歴史的 V1 するんか。2022の V1 みたいな展開見たいんやが無理そうか。今マジック後の11ゲーム差やぞ。無理ゲーすぎて草。近藤のおかげでぶっちぎり優勝できるのに、優勝する瞬間にいないの持ってなさすぎるやろ。優勝までベンチ入れてやれよ。盗塁の自爆か。打つ方の主力が盗塁で怪我ってバカらしいよな。普通に禁止していいレベルやわ。大谷も今年で最後にしてくれ。